食レポうまい、いい人はすごいなと思いますね、やっぱり、ね、それこそ渡部さんとかも、渡部さんでもちゃんと教えてくれました、一回。本当に口に入れ運んで、その感じた順番に喋ればいいんだよって言ってました。そのどういうこと、難しいこと思わずに、あ、柔らかいとかで、この味がしたなとか、それを順番に伝えていけばちゃんと食レポになる。それがむずいじゃん。それを僕も聞いて、うん、大悟さんにご飯連れてもらった。いいお店でね、連れてもらえるからね。しゃぶしゃぶだったんですよ。おで、ポン酢でいただくところで、うんうん、で食べてこう、うん、あって感じたことからよと、うん、酸っぱくてうまいっすわって、酒井って、それは他で言ったらあかんでって優しすぎるな言い方